ついに、はい、シルエット都合選手継承する時がね、やってまいりました。まあ、名残惜しくてね、先延ばしにはしてたんですけど、いつかはね、別れの時が来ますということで、今宵継承していきたいと思います。うん、まあもうせっかくなんでね、皆さんの前で継承していきましょう。はい、まあお世話になりましたね。2019年シリーズ2からシルエットとなり超人まで決めてね、うん、ミパ A にして、まあちょっとサードもできるね、珍しい筒子選手だったんですけど、まあもう置いといてもスピ解放も無理、大会でも使えないバージョンの筒子選手ということで、まあ悔いはなく継承できるでしょう。はい、今まで本当にお世話になりました。いきます、生まれ変わってくれ筒子よしとも。いやでもこのセレクションに継承したことによって、あのシルゴーイズムっていうのは受け継がれていくんで、このセレクションバージョンに広角アーティストということもあり、もちろんのんガチオタ入れさせていただきたいと思います。ということでやってきましたね。ミート78のパワー83で、特殊しないと C に乗らなくて、守備がで、アーチ広角選球眼、まあ過去シリーズと見比べてみても少しね、見劣りはするバージョンにはなってます。今までワールドスターからね、ミパ A 乗ってたし、デフォルトで守備も C あったわけなんですけど、なんかあれか、ファーストもライトもできたのか。で今季はもうレフトのみ、査定年が変わっちゃってますと。で、ずっと逆境やったのが、まあ選球眼に変わってるということで、まあ逆境自体もそんな出るわけじゃないしな。まあ特にコースつけれる特動ではないと思うんですけど、まあちょっとパワーの上がり幅がちょっと心もとなくはなってると。まあそれでもパワープラス11されて94にはなるんで、まあちょっと大事なね、称号を決めていこうかな。もう愛用していくって決めてるし、この都合選手。一応ね、太古の時代から A ランク置いてたんで、3回できるかな。2019シリーズ1から置いてるわ。うん、それぐらい都合選手を愛用してた。ただこの2019シリーズ1はちょっと置いといて、一旦他のやつでやっていこうかな。本なしでしかも。この前本4枚使ってあの星に引いたんで、その確率上振りっていうのが、来てくれてもいいが、ランガン。まあ、パワー上がってくれたし、まあ、悪くはない。だからもう一回やろう。まあまあ別に、星1称号でも何でもいいんですよ。とりあえず。都合選手に称号つけるということが大事。あー、パワーが下がるけど、ミートが上がるか。いや、でも見栄えはめっちゃいいけどな。81の82。もういいわ。これもぶち込んじゃえ。うん。もういいです。はい。4枚使いますもん。ええわ。バイバイ、2019。ちょっといいのが決まらなかったんで、ね、ここでパワープラス3ぐらい決めてほしい。来い、さあ来い。でもー絶対いらん、絶対いらん、勝利の下もう。花咲徳栄吹奏楽部さん、対戦よろしくお願いします。え、この前ベルナドームで演奏してた人じゃん。うん、チャンテヨン。それでは花咲徳栄吹奏楽部さん、対戦よろしくお願いします。そのシルエット筒子さんの時もなんかメジャー行く前にギリギリ取れたみたいな感じだったから、確かリアでそんなね使うことなく、はい、もうメジャー行かれてシルエットになっちゃったんで。相手もシルゴーさん使ってる。私もうシルゴーさんじゃないんや。バットこんなんでしたっけ。あんまり覚えてないんですけど、ここはサクッと打ち取っていくと。あ、ちなみに横浜多めできてます。まあちょっと最近獲得したね、福留選手とかも使ってやりたかったんですけど、今日はまあ横浜純正というか横浜打線多めで来てる。じゃあ初打席、初使用やっていきましょう。さあ、全部は出ない。超アーティストのみでパワー93と。いや、やっぱバット変わってる気がしなくはないけど、なんかすごい違和感がある。オッケー、あー、ちゃ外角上がんねん。ホームラン狙いたいからインコース行こう。いやー、まあ打球は上がらなかったですけど、1打席目からライト前ヒットを放っていくぞ。ちょっとね、アーティストらしからぬ、ヒットにはなったんですけど、シンプルフォームが打ちやすいからさ。あ、で、中地はあかん。で、こっからちょっと横浜続く。外、そういえばあのロッテバージョン追加されてたな。いや、ロッテバージョンも欲しいんすよね。しっかり効果がアーティスト維持されてたし、2体持ちになるかな。すごい。ちょ待って、もうグリーンドール強い、もう。これで横浜の広角アーティスト3人が揃ったわけなんで、実際横浜純正やろうと思ったらいける。シルゴーさん足が速い。あ、今の帰ってくる。すごっ。足は別にね、ズバ抜けてるわけではないんですけど、はい、やる気はしっかりあるみたいですね。足が遅い。ちょっと、はい、なんかよくわからないんですけど、6点取られましたね。意味わからん。謎すぎる失点をぶちかましてるわけなんですけど、はい、スゴーシュートが引かれてましたね。守備がね、ザルなんですよ。いやー、今のホームランボールやったけどな。ちょっと上すぎたか、ボールの。いや、もうこれ逆転していこう、ボコボコに。取られたら取り返し入れ。外がマジでやばかった。
集中狙い、集中攻撃されてましたね。おい取り返せ外な、あのびっくりマーク2個になんかグローブの下通り抜ける守備はよ。とりあえず三塁ランナー帰ればコールドは回避できる。ここでこれこれ、いやー怖えんか。まあまあええわ。はい、ナイスミート打ち。いやえぐい。これは自動出塁させずに見てほしい、ホームランを。はい、1点差。これゾーランク戦の醍醐味っすね、この打ち合い。いった。あっさりと追いついた。打者8人で追いついたかな。抜けるね、オッケー。で、ラストバッター牧選手。俺ねこれあの高弾道信者なんでパワーヒッターつけてないっていうね。ああ懐かしい。いやこの牧選手ショートできるからちょっと面白いんよな。ピラミッド型の守備体系ね。これ超えるやろ。よっしゃ、オッケー。いい場面で鈴郷選手回りました。やばい危な。ちょもうよくあるさの暴走やめてほしい。はい、でこれ回りました。得のなし。いやでかい得の再抽選全部出ろ。いやー選球がのみやる気ないな。なんか全然出てくれん。流し打ち警戒。これ流しなんでインコースなのかな。ちょっとでもなんか阿部ヒっぽいヒットを連発して出てね。ちょっとなんか3アンダー猛打賞なんですけど、はい、連絡しょうもないヒットてか、なんなんこの人あれか、あの二種系愛好家なのか。外小判宮西からの高梨っていう二種系愛好家みたい。落ちる、ナイス。はい、ナイス。いやマジか、くそなんちゅう試合ねこれ。12安打10得点でちょめっちゃいい守備するやん。黒柳監督に怒られたからってあまりにもいい守備するじゃないですか、ソウさん。遊んでんのもうちょい意味わからん、打ちすぎやって。何この試合、両チーム合わせて23アンダーです。はい、8位の人来たんですけど、まあ、来たんですけどですよ、さっきの人が打ちすぎて、それさすがにさっきよりは点取られん気がするから、なんかちょっと、気楽に挑めるわ。外がいいわ。もうあの怒られてからの外の気合の入り方が違う。やっぱミスした選手には怒らないな。でもなんか甲子園であの北陸かどっかのなんか監督がなんか態度が悪いみたいな監督の態度が悪い言うてどうこうで炎上しとったな。選手が萎縮するやろう言うて、令和やなと思いましたけどね。よし、ホームラン打ちたいな。ちょっとなんかここまで全部普通のなんか3アンダーやから、ちょっと確定ホームランとか見たいぞ。全出していく。伸び回でちょっと削られてますけど95パワーは最大値かな。結構なんか筒香シュート敷かれるな。普通に引っ張り警戒じゃあかんの。えなんでこれ筒香シュートみんな引くんやろ。いった、いや行きましたまさかのそのシフトの頭の上。いややっぱしっかり全出しすればパワーも上がるし、いや強いな。会心かと言われると別にそうではなかったけど、いやめっちゃいいやん。いや4打席目にして本日初ホームラン最高っすね。今アウトにもなってないからな。なんならこれちょっと最多安打記録でも狙いますか。うん、こんなバッティングしてたら無理だね。はい、いやちょ待って、あ新井さんやめてね筒子さんかすむからあんまり打つのやめてね。ピッチャーは東郷選手。これちょっと4安打目いきたいぞ。ちゃう、え5安打目かこれで。これ打てば5安打目やな。うん、4の4中やから今4の41ホーマー。入れ入れ入れ、おお惜しい広角なくても飛距離は十分。 OK、 3-1。 あの先頭にねファーボールムーブやめてね。もうな、もうむちゃくちゃやんこれ。はい、怒りの中地一発です。うわー振りたくなかったけどね。もうしょうがない。はい、怒りの6得点牧選手つなげば筒香2打席目きた。これ回ったわ。いやーちょっと、さっきのボール球を忘れようじゃないか。でアーチスト選球がやっぱ広角打法下位じゃないと発動率が微妙っすね。はい、ちょっと外角はできるだけ振りたくない、インコース振りたい。
とスマホンさんよろしくお願いします。なんかポケモンに出てきそうな名前やな。次回作スマホンっていうポケモン出てくるんちゃう。でも選球のみ、いやマジで広角の発動率が悪すぎる。わいいボール。まあ特にワールドスターバージョン持ってる人とかは継承しなくてもいいとは思うっすけどね。うん、まあ片落ちにはなるけどスピリッツが、うん、まあステータスもね高いし、ワールドスターバージョンはまあ守備もいいんでね。で広角回ってことも考えるとわざわざ継承しなくてもいいとは思う。なんなんこれほんまに。戦闘フォアボールってほんまどういうムーブなん。どう考えても打たれた方が増しちゃう。まあこうなっていくわけですよ、ランナーを貯めるとね。うん、やっぱ戦闘フォアボールって失点率上がるっていうしね。これ野球の鉄板なんで。さあラストバッター、そのもうフォアボールやめてね。1、2塁大チャンス、大チャンスでまたしても降格はない。降格打法くんのちょっとやる気がそがれてるみたいですが、はい、もうマイナス1できてるから。でもクソ飛ぶと思う。うわー行きたかったけど、しゃあ最高よもう。あ、怒りの一発これが。いやもう最高やな、このこのセレクションアーチの2人。うん、外も繋いでいくと。怒りの4者連続ホームランです。皆さん先頭バッターにフォアボールは気をつけましょう。